も皆さんこんにちは、キヨキヨです。先ほどクラッシュオブクラウンの公式さんから発表されたアップデート内容を超速報で皆さんにお伝えしていきたいと思います。今回なんと闇の呪文を一つクラウンメンバーに寄付することができるということになります。はい、このようにですね、いつもの画面になんと右にですね、このように呪文のマークが出るんですね。いつも通りこう申請というかしようと寄付しようとする画面に闇の呪文を送ることができます。現時点ですとポイズン、アースクウェイク、ヘイスト、いずれのうちから一つ、援軍として呪文を送ることができるようになります。その送られてきた呪文はですね、実際に戦闘で使うことができるようになります。こちらがですね、実際に申請画面となります。ラバハウンド、バルーン、アースクエイクという形でなるということでね、今までだとゴレセットお願いしますとかですけれども、ゴレセットヘイストみたいな、そういう感じになるのかなと思います。はい、こちらがですね、確認画面となります。ラバハウンドが入っていて、バルーンが入っていて、アースクエイクが1個追加されていると。こちらですね、クランの城を押すとラバハウンドとバルーンが出るんですけれども、クランの城とは別におそらく、このようにアースクエイクの呪文を選択することができるようになるということです。はい、今回このアップデートということで、さらに、次へというボタン、皆さんご存知ですよね。村を検索しているときに次へというボタンがあるんですけれども、次へボタンを押すときにですね、間違ってユニットを出しにくくなりますと。要はボタンが反応する範囲をですね、少し大きくしたということで、こう次へ押そうとしたらバーバリアン1体出しちゃった、うわーとかいうのがなくなるということですね。はい、ということで今後、残り約1週間ぐらいアップデートプレビューが毎日出るということで、私超速報で皆さんにお伝えしていきたいと思っていますので、ぜひともチャンネル登録、そしてチェックよろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃん、チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると、私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。